エセンハーンは、オイラトの主張で、新朝皇帝以前の七日関末としては、唯一大ハーンに即位したモンゴル貴族大ハーン。はじめエセン大使と称し、漢文史料ではなり先と表記される。オイラトの最大半島を築き、1449年には、民に侵攻して、土木保の地で民軍を破って、皇帝、英宗政党ミカドを捕虜としたが、 大半を称したことで部下の反乱によって滅ぼされた。エセンは、オイラトの主張とゴンの子である。オイラトは13世紀以来モンゴル高原の西部に、万拠し、チンギスカンの子孫と代々通婚関係を結んだ。モンゴル高原の有力部族で、15世紀に北限が衰えると急速に成長した。当時のモンゴル高原では、チンギス島原流により、チンギスカンの断系子孫でないものは、 ハーンとなることができなかったので、トゴンは1430年代に、民の保護下にあった、チンギスカンの末裔トクトアブハを治療に迎え入れて、ハーンに立て、自らは、大使を称した。1434年、トクトアブハとトゴン大使は、東モンゴルの有力者、アルクタイオールドスに破り、モンゴル高原の大半を支配下に置いた。トゴン大使存命中のエセンの活動はほとんど資料に、 見られず、明らかではない。1439年、トゴン大使が死ぬと、エセンは、大使の称号を継承し、引き続き徳とアブハオハーンに立てた。エセンハーン時のオイラトのハとと1440年と1445年、エセンは、ゴビ砂漠とタクラマカン砂漠の間のシルクロード上に、ある、オアシスト氏、ハミエ二度の遠征を行った。これによりエセンの勢力は、 中央アジア方面に広がり、東トルキスタンを支配する東、チャガタイ半国やカザフ草原のウズベクとも戦ったと伝えられている。また1446年には、モンゴル高原東部の公安霊方面に進出し、同地のモンゴル系集団ウリアンハイエイを服属させ、さらに公安霊を越えて、同じか朝鮮にまで勢力を伸ばした。民との間では、 父の時代以来の友好関係を保ち、徴工施設を盛んに派遣した。これは、公益を主要な収入源とする遊牧国家の存立のためには徴工貿易による中国物産の入手が不可欠だったからであり、民の側から見れば、徴工によって、モンゴル高原の諸勢力を個々に手なずけて、勢力の分断と均衡を図り、また徴工に対する温床の名目で与える金品によって、 平和を買う意図があった。しかし、オイラとの兄弟化によって、分断政策は無効となり、またオイラとの支配を嫌う部族が難化して、民両に入り込むようになって、民の対モンゴル政策は危機に瀕した。さらに、皇帝から与えられる金品の量は、徴工施設の人数に応じることを利用し、オイラとは、徴工施設を明らし示された人数を大幅に超えて、送り込むようになり、 1448年には、都言時代の数十倍にあたる3598人を送ると民に通告した。民ははじめ、オイラトを異物する政策を維持するために、規定を超過する徴工施設を受け入れ、数多くの温床を与えたが、大量の施設の入庁は民にとって過大な負担となった。また、施設の実数を調べたところ、オイラト側の通告よりも大幅に少なく、 温床を多く受け取ろうとしていることが分かったため、1448年の入朝期に寛大な態度を改め、温床の額を切り下げた。オイラトのエセンの側にとっては、温床として与えられる中国の物産は急速に膨張したオイラト勢力の統一を保つために不可欠だったので、民の政策転換は到底受け入れられるものではなかった。また、 民側の交渉者は、エセンの息子と民の巫女を婚姻させるといった約束をしていたにもかかわらず、こうした約束の存在を感知していなかった、民の朝廷はこれを否認したため、エセンの怒りを買ったという。民軍とオイラート軍の進路1449年、エセンは貿易の復活と侮辱に対する報復を果たすため、徳トとトアブハハーンと共同して命へと進行した。月、 オイラト軍は、先世、三世、両党の三方面から攻め込んだ。徳とアブハハーンは、東から南下し、エセンは、中央の軍を率いて、三世に進攻、進行、八月に大道に兵を進めた。これに対して、若く、血気盛んであった、民の政党ミカドは、側近の大振りの出撃すべしとの進言を受け入れて、自ら三世へ申請を行った。8月初頭 北京を出撃した、合数50万人の皇帝軍は同月末に、大道に到着したが、この時すでに大道はエセンに襲われた後で、2万人規模のオイラト軍は、略奪を終えて引き上げていた。大道は北方を頂上によって守られた、国境内の都市であったので、オイラト軍はこれまでの進攻のように主に、国境地帯を襲撃するだけだと思い込んでいた、民軍は見込みを外され、 オイラトの攻撃を避けて、大道から北京に戻ることにした。しかし悪天候で大軍の後軍がはかどらないうちに、民軍の撤退を察知した、オイラトの騎兵部隊は4日にわたって、頂上を越えて、民軍の背後を繰り返し襲い、9月4日には、戦府にいた、民の伝軍を破った。ようやく、戦府の東方近くにある土木補に達していた民軍は、ここで2万のオイラト軍に包囲された。 9月5日、民軍は数十万人といわれる戦死者を出し、兵士だけでなく、従軍の大官たちを含め、政党帝自身を除いたほとんどが全滅した。政党カドは捕獲されて、政府の近くにいたエセンの爆営に連行された。エセンは、政党カドの身の白金を明朝に要求したが、従軍して全滅した大官たちに代わって、政府の主導権を握った。 京武将州県は、身代金の支払いを拒絶した。これは、彼が皇帝の命よりも国家の運命が重要と考え、また身代金を支払えば、オイラト軍の士気を高め、民軍の士気を落とすと判断したからである。そして、右県は、政党三の弟、指揮局を立て、影康三角として即位させた。当てが外れたエセは、再び名に進行して、 北京を包囲した。北京の人々は、エセンの攻撃に怯えたが、ウケンの手腕を信じ、その指揮下に入った。ウケンは、北京の城壁の守りを固めて、オイラと騎兵の矢による攻撃を封じただけでなく、わざと城門を開いて城内に入り込んだ、オイラと兵の退路を断って、殺したり、エセンの義亭を殺したりして、オイラとの戦意をくじく策を取った。 エセンは5日間の包囲の末に兵を引き上げ、ついには身の代金の要求を諦めた。翌1450年の秋、エセンは政党三角を無条件で民に送り返した。オイラトの経済は超高貿易に依存していたため、エセンは何としてでも和議を結んで貿易を再開せざるを得ず、政党三角の身の代金問題の長期化は、オイラトにおける エセンの統治力を脅かすだけであったためである。明、オイラと間の貿易関係は土木の変の間も続いていたが、事態が進展するにつれ、エセンは明朝間の貿易再開を受け入れざるを得なかった。エセン側は長江貿易で維持されている以上、政党三角を害することは不可能で、かつ長期戦の準備はしていなかったため、白攻めをできないエセンの弱みをよく見通していた。 ウケンたちの作戦価値となった。エセンは戦では干渉したが、政治では事故の影響力を低下させ大敗を喫した。政党カドの身の代金問題によりエセンの外交的地位は弱まり、エセン打倒を図る内紛が起こった。1451年には、モンゴル高原では、エセンとその名目上の主君である、徳トアブハハーンとの間の紛争に発展した。 紛争の理由は、徳とアブハが、エセンの姉が産んだ男子をハーンくらいの後継者である、大使にせず、別の妻が産んだ子を大使に立てたためと伝えられている。1452年初頭、徳とアブハは、兵を挙げて、エセンを倒そうとしたが、エセンの逆襲に遭い、殺された。エセンは、徳とアブハの打倒と、民との交易再開によって、かつての地位の安定を回復した。 1453年夏、エセンは自らハーンに即位し、大元天聖大加岩と称した。民はエセンの即位に困惑したが、オイラとのハーンとして彼の立場を認めた。しかし、モンゴルだけでなく、オイラとその玉で含め、モンゴル高原の人々の間には反発を招いた。エセンは母方でこそチンギスカンの血を引いているものの、チンギスの男系子孫ではなく、 そのハーン即位は13世紀以来のチンギスト原理に反していた。また、諸部族によってハーンにふさわしいものとしてクリル隊で選出されたわけでもなかった。即位翌年の1454年、オイラトの内部でエセンに対する反乱が起こり、オイラトの有力者アラクテムルに敗れたエセンは逃亡の途中に殺された。モンゴルの年代記によれば、アラクは、 エセンのハーン即位以前の称号であり、ハーンの第一の進化を意味する大使の称号を与えられることをエセンに願ったが、拒否されたため、これを恨んで反乱を起こしたという。エセンの死後、オイラとはモンゴルをもはや支配できず、数年のうちに分裂してしまった。名実録には、エセンの息子が複数いたことが記されており、その中でも著名なのが、ソウホルフダスン。 オシュテムル大使、ウマサンジャオーラであった。ソウホルフダスンは、エセンの、長子であり、オシュテムルとエセンの後継者の座をめぐって争ったが、敗れた。オシュテムルは、エセンの後を継いで、大使を称し、モーリハヨウやオロチュ・ショといった人物と争った。ウマサンジャオーは、モグーリスタン半国のバイス・ハーンの娘をめとり、イブラヒム王、イルヤース王という息子を得ていた。 この2名は後に、馬さんじゃおうと仲違いしてなんかし、メクリング及びイオンシエブ部の属長となっている。ありがとうございます。